始まりました。ブラックフライデー先行セール on amazon.co.jp ということでですね、今日はアマゾンのブラックフライデーセールの中からこの機材はいいよというですね、もうポッドキャスターの方が損しない機材をいくつかご紹介していきたいと思いますので、最後までチェックしていってください。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報、今日はセール情報をお届けしていきます。やっと始まりました、 Amazon ブラックフライデーということでですね、先行セール始まっております。どうぞよろしくお願いします。でもですね、これ下手すると変なの買っちゃうと思うので、今日は、マイクルマにハマった私 DJ リッキーがですね、あ、この機材はいいよっていう、この機材をポッドキャストに入れとけば、失敗はないよというものをですね、いくつかご紹介していきたいなと思っております。先行セールでもですね、すごくお得な感じになってますので、最後まで聞いていっていただきたいと思います。でですね、最初にまずお得に買い物する方法なんですけれども、キャンペーンにエントリーするとか、あとは Amazon の無料会員になるとか、あとは Amazon が出しているクレジットカード、マスターカード、こういったのにですね、即日入会できまして、そこで 3% ポイントアップになったりしますので、ぜひそういうのをね、活用してうまく、やっていただきたいと思いますし、またですね、なんだろうな、あれがあったよね、いつもご紹介している、チケットじゃなくて、なんだっけ、忘れちゃった、クーポンじゃなくて、なんだっけ、ギフト券か。そう、ギフト券を自分向けに買って、それでこの予算の中で買おうっていう方法もありですので、ぜひそういったのを工夫してですね、いい買い物をしていただきたいなと思います。さあ、この Amazon のブラックフライデーですね、まず一つ目にご紹介しますのが、こちらですね。シュア SM7B。もう大体アメリカの、ポッドキャスターといえば、このシュアの SM7B を使っているポッドキャスターさんが多いです。はい、こちらですね、通常価格が参考価格が66,330円のところ 33% オフで44,542円になっております。マイナス 33% オフということで、シュア SM7B の単品モデルになってますね。うん。で、シュアの SM7B は最新のモデル SM7DB というのがありまして、そちらは 83,160円ですけども、だいたい半額の、44,000円台という形になってます。うん。普通にこれ、めちゃめちゃ音質大丈夫です。音質全く問題なく使えます。SM7DB の方はですね、まだ中音域をいじったりとか、マイクの原因をですね、このマイク本体で結構稼いでくれるっていうですね、そういう優れたモデルがもう一つ上なんですけども、SM7B も普通に、クラウドリフターとかつないだりとか、いわゆる原因を稼ぐものがあったりとか、稼ぐものがなくてもですね、普通にヤマハの AG0603 とかつないでもすごく綺麗に撮れますので、ルックスも綺麗、ルックスもね、マイクケーブルのケーブルが目立たないようになってますので、ぜひですね、この最高級の、このポッドキャスト用のマイクしたいという方ですね、この SM7B をしていてもいいのではないのでしょうか。はい。さあ、続いてはですね、こちらですね、オーディオテクニカ AT2020GM。はい、これもいつもお安くなってますが、久しぶりに9800円に戻ってまいりました。お帰りなさいということでですね。セールの時だけ、9000円台、1万円台を切るような感じになっているのが、この AT2020 の GM モデルですね。GM はガンメタリックの略だと思うんですが、Amazon 限定の銀色の
シルバーの AT2020 になってます。このねシルバー実際見たことないんですけども、通常はブラックしかなくてですね、この Amazon だけ銀色のが売ってます。はい、AT2020XLR ケーブル接続モデルなのでオーディオインターフェース必要なんですが、すごく安定していて、クリアに聞けるモデルになってます。はい、ポッドキャスターの周平さんもこの前までこの AT2020 使ってらっしゃいました。今は MV7 みたいですけどね。配信される方、ゲーマーの方とか、また、いわゆるズーム会議でいい音で配信されている方、このマイク使っている方が多いですね。さあ、どんどん行きましょう。続いては、こちらですね。手話 MV7、ポッドキャストマイクロフォン MV7KJ。最新のモデルではないんです。一つ前のモデルなんですけども、こちらがですね、参考価格35,640円のところが、マイナス 28% で 25,535円になってます。約1万円もお買い得っていう形になってますね。うん、で、この MV7KJ モデルも、こちらはですね、マイク XLR ケーブルに接続できるタイプになってまして、そしてですね、この手話プラスモーティブっていうデスクトップアプリがあります。この専用アプリにつなげることで音色を細かくいじることが、できるようなマイクになってます。はい、でこれ SM7B と同様にですね、なんだろうな、ルックスが非常にいいですね。なので、まあ、いろいろな、ポッドキャスト用の収録スタジオに置かれていることが非常に多くな、まあお見かけすることが多いですね。はい、私はこれあんまり、正直あんまりね、ダイナミックマイクの感じの音でいいんですけど、みんながこれ持ってるから私はあんまりあえて選ばないけども、USB を接続できるタイプなので、いわゆるオーディオインターフェースがなくても使えるし、まあ手話というブランドなので。なんかまあすごく安心して皆さん使ってらっしゃることが多いのではないかなと思います。こちらすごく売れているタイプになりますね。はい、そして同じくもう一つ手話から出てますのが、ゲーミング用のマイクロフォン MV6 っていうのが最近リリースされましたが、こちらがですね、22% オフで 19,317円で、売っております。はい、こちらはゲーミング用のモデルということで、USB に接続するタイプなんですけども、まあ、ノイズ除去があったりとか、ボイスアイソレーションテクノロジーがあったりとか、まあ、手話から出てるモデルというだけあってですね、ルックスもすごくスマートなタイプになっております。はい。オーディオインターフェースお持ちでない方で、まあ、ちょっと手話触ってみたいという方ですね、こちらのマイクにしてみてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 MV7 と同様にチェックしていただけるとありがたいかなと思います。でダイナミック型で単一指向性カーディオイドのタイプになって、おります。はい、机の横にちょっと置いとくような感じのセッティングなのかな。うん、で手話のロゴがあって、黄緑色のね、手話のこのカラーマイクがカラーがちゃんとついててですね、すごくかっこいい感じのマイクになっています。さあ、続いてご紹介するのがエルガートウェーブマイクミックアームですね。サスペンションブームアームですね。こちら、ストリームデックとかが出しているですね、エルガートウェーブマイクアームですね。これもすごく使いやすそうな感じで、曲げたり下げたりですね、口元にマイクを近づけやすくなるようなマイクアームになってます。通常価格が15,681円のところが 27% オフで 11,480円、だいたいざっくりとですけども、4,000 円安くなっておりますね。はい、これも何回か海外の YouTube のレビューなんかでもですね、このマイクブームマイクいいよみたいな感じでですね、見ましたので、ちょっとこれをおすすめさせていただきたいなと思います。配信系の方々の中でもこれ使ってるなってね、非常に多くお見かけしますので、うん、安心しておすすめできるタイプかなと思います。さあ、どしどしいきましょう。
続いてはワイヤレスマイクなんですが、すごく安いワイヤレスマイクですね。ビリワールっていうですね。ビリワールっていうですね。BILIWAL ですね。360度収容のピンマイクになってます。ライトニングケーブルで iPhone、iPad なんかにも接続できるタイプになってます。はい。こちら1890円。通常価格、参考価格が5000円だったのが、まあ、マイナス 62% オフ、2000円で買えると、まあ、3000円ぐらい安くなってると。これ確か結構周平さんとか池早さんとか使ってたかな。うん、確かこれ使ってましたね。うん、歩きながら外での収録とかでも使えるような簡易的なモデルのになってます。2000円でお釣りが来ますので、ぜひ触ってみてはいかがでしょうか。さあ、もう一回マイクに戻りますけれども、続いてがですね、オーディオテクニカの AT2020USB ダイナミックマイク、こちらタイプ C でつながる USB マイクになってますね。こちらですね、 JWAVE の門原だったかな、うん、JWAVE が出しているあのスタジオ、出張スタジオの中でもこの AT2040 かのダイナミックマイク確か使われてましたね。はい、ラジオ局のスタジオでも使われているタイプの、これ USB 接続タイプになっています。通常価格が 24,200円のところマイナス 27% オフで 17,600円になってました。今ご紹介しているタイプは、USB-C でしかつながらないタイプなんですが、普通の確かタイプもあったよね。AUX USB じゃないタイプも確かあったと思います。はい、ちょっとよく覚えてなくてごめんなさい。はい、で続いていきましょう。続いてが、ヘッドホン関係いきましょうか。オーディオテクニカ AT M50XTS ヘッドホンセットですね。オーディオテクニカのモニター用ヘッドホン、これかなり売れてます。いろんなところでスタジオに入ってますけれども、これのですね、ヘッドホンがついているタイプ、違う、マイクですね、ヘッドホンにマイクがついている、いわゆる電話のオペレーターみたいなタイプ の、あのヘッドホンになってます。こちらがですね、安くなってました。2万円切ってますね。参考価格が2万4000円のところが、マイナス 20% オフで1万9100円ですね。5000円オフになってます。はい、マイクはいらないけれども、ちゃんとしたヘッドホンをつけたい、かつヘッドホンだけど、いい XLR でヘッドホンにしたいという方ですね。オペレーションとか、ズームとか、そういうね、会合とか打ち合わせですね。そういったところでちゃんとしたいい音で貼りたいという方ですね。こちらのマイクとヘッドホン使ってみてはいかがでしょうか。あ、ごめんなさい。USB ヘッドセットと XLR ヘッドセット2つのタイプがありますね。XLR ヘッドセットが、マイナス 20% オフで 19,800円、 USB ヘッドセットがマイナス 27% オフで、21,600円となっております。さあ、続いてはまたマイクに戻っちゃうんですけども、ノイマン、ハロー、ノイマンのですね、これが値下げされると思ってなかった、ノイマンの KSM-104V ブラック、ノイマンのハンドヘルド型のカーディオイド、ステージ用ボーカルマイクロフォン、こちらですね、ノイマンなんですごくいいブランドですね。すごくいいブランドです。で、この中のスタジオと、ハンドヘルドだから、ステージ上で使うマイクですね。こう持てるマイクですね。はい。ぶら下げておくタイプじゃなくて、持てるマイク。こちらがですね、なんと、こんなに安くなってるんですよ。10万6000円のところが8万3000円安く。だいたい、まあ、21% オフなんで、2万3000円ぐらい安くなってます。ここまで安くなると思わなかった。ここノイマンが安くなると思わなかったですね。びっくり。これびっくり。ブラック安くなってます。ブラックも、これはシルバーも安くなってるのかな？ちょっと見てみましょうか。シルバーは安くなってない。10万4940円ですね。ブラックかっこいいよね。うん。
ブラックかっこいいです。はい、単一指向性のタイプで、カーリオイド型のなタイプになってます。スーパーカーリオイドではないですね。うん、ステージ用のマイクだったりとかですね、いい最高峰のマイクにしたいという方ですね、ぜひですね、この、ノイマン、これなかなかいいんじゃないかなと思いますよ。うん。でですね、ノイマンの、これね、確かね、元ジュークの岡平健二さん、この方が、以前、このマイクを使って毎月19日にライブ配信、 YouTube でライブ配信してました。自分の曲だから。それがね、なかなかかっこよかったね。うん、このマイクにエコーをかけながら配信してる岡平健二さんの歌声がマジで痺れました。そういったまあこう何ライブ向きの、まあポッドキャスト用のとしても使えると思いますけども、そういったマイクになってます。はい、まだまだ行きましょう。マイク行きましょう。マイク、AT2020USB-X。 先ほど AT2020 のキャノンケーブル接続タイプをご紹介しましたが、こちら USB につながるタイプが、21,780円のところが15,800円、だいたい6,000円オフ。はい、6,000円オフは大きいね。6,000円オフになってます。これは Zoom のミーティングとかゲーム配信とか向きの方、またオーディオインターフェースをお持ちでない方とかにおすすめなマイクではないかなと思います。手元でね、いわゆるヘッドホンの調整ができたりとか、ミキサーの調整ダイヤルがあったりするので、割と便利なタイプなのかな。まあ、入門編として非常に使いやすいタイプだろうかなと思います。スタンダードタイプモデルが安くなってますので、ぜひチェックしてみてください。USB Type-C で接続できるタイプになってます。さあ、最後またオーディオテクニカになってまいきますが、オーディオテクニカのマイクアーム AT8700J。こちらがですね、12,100円のところが 32% オフで、8,200円になってます。だいたい4,000円もお安いですね。うん。4,000円も安くなってますので、このマイク、吊るしておくのにマイクブーム、必要ではないでしょうか。あのマイクブームがありますとですね、あの手元に、まあ、いわゆる台本を置いたりとか、いろいろとですね、マイクの、まあ、向きも向けやすくなったりとか、あと音の向上につながります、音質の向上につながりますので、ぜひぜひぜひ皆さん、こういったマイクブーム手に入れてですね、いい感じのマイクのポジション作っていただけたらありがたいなと思います。さ あ駆け足でですね、この Amazon のブラックスフライデーお送りさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、これ以外にもいろいろとですね、便利なツール、たくさん揃っておりました。今日紹介しませんでしたけれども、ブラックフライデーと検索していただいて、そこでですね、吸音材、吸音材なんかもかなりお安くなっているのをいくつかお見かけしました。ちょっとね、いっぱいありすぎて調べきれませんでしたので、皆さんぜひご自身で調べていただきたいなと思います。5センチの厚みがあるものとか、なんかね、たくさん細かいのがあったりするやつとかですね、うん、いっぱいいっぱいアップされておりましたので、ぜひこの機会に皆さんの収録環境、そしてマイク、ブームマイク、そしてあのね、吸音材など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 整えて、いい音で皆さん配信していただきたいなと思いますので、今日はご紹介でございましたが、今後もですね、またあの X の方でもこれいいよっていうものをですね、随時紹介していきますので、ぜひこの機会に私 DJ リッキーのですね X、アカウントをフォローしていただけたら非常に嬉しいなと思います。今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーの X では毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想をお待ちしております。また新着を聞き逃さないように、ぜひ YouTube のチャンネル登録、またポッドキャストアプリのチャンネル登録よろしくお願いします。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you byDJ リッキーがお送りしました。Have and for and for for day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.